はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日は契約の、これ、山の映画のロケ地。はい、これをね、やっていこうと思います。ダメだ。全部ダメだ。本物の飛行機が必要なんだ。要協力を頼めるか。だいぶ前にある道具を注文したが、輸送中にトラブルが起きて届かないんだ。今すぐ使わないといけないものなんだ。運んできてくれないか。頼むよ、と。いうことで、幅広のトレーナー。ですね。飛行機の胴体の一部を運ぶと。クレーン付きトラックが推奨って書いてあるけどね。クレーンいるんかな？どうなんだろう。いいよね。別に落ちないよね、これ確か。ね。はい、運んでいきましょう。ここからね。まあ、こっちの後半マップの方はほぼ舗装路なんで。そんな苦労しないと思う。まあ、あの山の背の方に入ってからちょっとね、ルートもちょっと考えていきましょうね。ここはまあ大丈夫、まあ、どっかで飛行機運んでもいいですよね。あれと一緒あん時はもっと分解されてなかった。あれ積んだよね、確かに。いける。結構重たいから。ちょっと幅があるんで、いろんなものに当たりそうですよ、ね。てか、橋渡れんのよ、ね、この幅で、まあ大丈夫か。浮いてるし。これであの橋渡れなかったらちょっと痛い。とりあえず、舗装路に出て、まあ、橋さえ渡れれば、あとは、まあ、湖畔マップの方は大丈夫だと思います。よし。とりあえず、あ、引っかかった。あー、やっちゃった。強引に行く。いけたいけた。はい。これ、当たり判定どうなんだろうね。火は大丈夫。ここは、あ、でも結構、あ、結構ギリじゃない。いける？やったいけないんだ。ちょっと待って、ここが難所やった、もしかして。ちょっと雑にやったらダメだ。こっち側に行って。通れないことない、これ。いけんのか無理なのか、これ。まさかの、そういうことか。ここを通らせないことかな。こっちから行かなあかんかった、もしかして。まさか、強引に行ったらいけそうな気もしない。ちょっと一回バックしよっか。この電柱に当たるな。うん。ここからの調整で、とりあえず左に寄って、後ろの前のプロペラが当たるね。なんかそれをちょっと、ちょっと難しくない？しかもこれ、前と後ろどっちにも進めないぞ、このまま。このままだと。もうこっちギリギリ、プロペラをギリギリかわして、カメラがね、そう。ちょっとこっち寄らなくて。最初こっちだったかな。入れるでしょ。プロペラをまず入れて、そっか、いや、幅がそんなないんだよ。5キロ幅がそんなのまさかのこの橋が難関だった。これギリギリそこかわしたね。よし。で、もうこれギリギリやな。あ、いけるんちゃう？いや、無理か。これ無理やな。いけこれ無理やな。こっちギリギリだもんね。普通に行こうと思ったらもう無理だな。ちょっと待って、考えよう。
なら、こっちから渡るしかないってこと？そういうことか。はい、仕切り直しですね。ということは、こっちかな？から行ったら、まあ、行けそう。あ、こっち通るっていう手もあるよね。こっちは、まあ、この辺ちょっとぬかるんでるけど、この橋は多分横になんもない。行けるかな？こっちから行ってみようか。ちょっと想定してたルートと違いますけど、ね、行ってみよう。どっちみち、上から行っても、山の瀬マップに入ってから、同じタイプの橋があるんで、引っかかるよね。なんで、ルートで行く方が正解かもしれない。とりあえず舗装路マップが出て、とりあえず山の狭く入りましょう。よし、とりあえず。待てよ、あ、なんか引っかかった。取れましたね。はい。で、こっから、まあ、とりあえずガソリン入れて、どうしたらいい？こんな道は走れないでしょ。さすがに。ここ抜けて、ここの氷通る？どうするか。まあ、この辺は、そんなに、遮るものはなさそうだしね。そのルートで、一応考えておきましょう。これで、まあ、とりあえずガソリン入れましょう。こうね、引っかかるんですよね、これね。でかい。左はプロペラのあたりが合わせたら OK。後ろ、右の後ろが結構この、ね、翼が出てるんで、気をつけないと引っかかる。そしてこれガソリンスタンド入れる？入れない気がする。ちょっと待ってよ。ちょっとここで切り離すか。一応、突っ込んでみるか。ちょっと待って、突っ込む前に引っかかった。ちょっと待って、行け。うん。揺れに合わせて。真ん中に入っていく。入れる？給油は一応できるけど、追い抜けられない気がする。何では入れるか。いや、ぶつかるな、これ。確実にぶつからない。ガソリンスタンドはちょっと破壊してしまいそうなんで、バックしよう。ちょっと、逆に切っちゃった、逆に切っちゃった。あ、これ。こっちだ。ちゃんと曲がって。いいよ。いける？際どい。よし。危ない。溝がある。よし、まあ、とりあえず給油はできました。はい、いけるか。電柱これ左右にあんの嫌やな。明るくして、そこだよね。ここもちょっと引っかかりそうだもんね、道が。ここが通れるかだね。あとでもね、これ道結構選ばないといけなさそう。大変やな。で、電柱が壊れ、左、じゃあ右後ろ中、そこですね。通れる？そこ幅結構際どくない？うわ、めっちゃ際どそう。とりあえず左をまずギリギリで
通しといて、あ、引っかかりそう。あと電柱があるから、ちょっとウインチで軽く引くか。通しといて、あー、よし、超えた超えた超えた。まあでも、うまくやれば、調整なしでいけそうだね。あ、ちょっと待って、いろんなとこ引く。よし、とりあえず、スキー場の方には行けそう。あ、そしてその車が。燃料ちょっと、これ邪魔やな、しまった。これ邪魔やな。燃料はもらっとくけど。押して帰る？多少押していってもいいか。かかるな。ちょっといいわ。その辺に。抜けた？あ、釣り抜けたね。よしよし。え、あとこの上りの間越えれんの？ちょっと待って。いろいろ大変やぞ、これ。この間から入るか。乗り越えられる。これ引っかかりそうやな。ちょっと待ってよ。ここから入る。すごい光景じゃない。このゲートは大丈夫ですよ。スキー場を走る飛行機。よし。で、こっから、ここですよね。こう登って、この辺が通り抜けられたと思う。こっからまず、これは、なんだっけ。あ、メンテナンスか。修理しとこうか、一応。まあ、給油も一応。何が起きるかわかんない。最後がね、なんかその氷の上もそうだけど、最後登っていくところがちょっと険しいかな。こう登れる？結構重たいんよね。登り坂結構きつそう。でもデリロングホーンの方が、まあ、小回りは効くので、操作はしやすい。無理。無理やん、ちょっと待って。嘘。何が引っかかってんの？何が引っかかってんの？そう、岩か。乗り越えて。もう一個乗り越えて。違う。うんじゃないのか。ちょっとラインを変えるか、登る。岸が引っかかる。登りは結構気使うな、そしたら。この辺か、危ない。ちょっとこっち側を通って。あんまり変わらない。あ、引っかかるもん。ちょっと待って、これだけで引っかかるのかも。ああ、きついな、もう。インチがそっちしかないもんな。どうしよう。インチつないだ。こっちか、から。ちょっと引っ張り上げれたら良さそうな気はするんだけど。これでいけるかな。岩さえ乗り越えたら、なんとか。いける？岩は乗り越えてないか？あ、今度、こっちが引っかかってる。あ、こっち踏んでるんだ。ちょっと待って、もう、大変やぞ。上に持ち上げてほしいんだけど。いやー、あー、大丈夫か。かわしたいよ。なぜこっちにウインチがない。ここが引っかかるな。これちょっとこのメンテナンスカーに来てもらおうか。
りあえず荷台で引っ張ってみます。待って、こっち来て。ちょっと待って、動かへん。うわ、動かへん。これも無理だ。無理か。この岩を完全に避けるしかない。ちょっと待って、もうちょっと外側にアップして、ちょっと外側に電柱で引っ張るか。苦労するなこれ。あ、ちょっとそっちの電柱、ウィンチポイントじゃないの、電柱じゃないんかそれ、街灯かただの。この石でしょ。避けておく。ちょっと押しとこう、この石。あー、ちょうどいい感じで動いてくれない。あっ、くそ。石を動かせるやつが欲しい。大きくこっちから回って、場所ちょっと転ぶの覚悟で。あ、このカーしてる？あ、カーしてるね。いけるか。これでいけるぞ。取れたか。ここで中、下が、中が使えてる感じがするな。頑張って。ちょっと、あ、ダメやろ、荷台でも無理やぞ。そう。ここがまず登れ。お、いったわ、いった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 。頑張って頑張って頑張っ、よし。この坂だけでも大変、大変なんですけど、どうしよう。ここもきつい。頑張れ。ディフロック、いけるか。ディフロックつけたいけど、ここもなんか引っかかりそうだけどね。大丈夫か。メンテナンスカーはそこに置いて、1台では無理か。ちょっと避けようか。一旦こっち、こっちルートどっちだ。あ、こっちじゃないね、右だね。で、こっち、ちょっと待って、8しかないよ。いろいろやってたら焦りもあるんで、これで、これをとりあえずちょっと伸ばすよ。いけるね。なんとか超えれた。こういった、ちょっともう100リットル使ってるから。これももう並走させないといけないかもしれない。でとりあえず下りはまあなんとかいけると思うんだけど、ね、氷の方が大丈夫か。ちょっと道見とこっか。氷ってこの辺がね、すっごい嫌な予感するんだよな。あといって、ここなんかショートカットがあんまうまくできるところがないんだよな。設定された道を通るしかない。で、左はお願いします。これ木は貫通するの？そう。何が引っ張った？お腹かな。お腹っぽいな。そうなると。こっち乗り上げたらいける。よし、
で、そこでしょう。このまま真っすぐ突っ切るよ。ここでもお腹引っかかりそうだね。どうしようか。木あるし、ちょっと強引に行ってみるか。曲がって、曲がって。曲がって、ちゃんと。こっちに来てください。そうです、そうです。流れそう、そっちに流れそうな。ちょっと待って。ああ、引っかかる、これ。ああ、もう、めんどくさい。これはめんどくさい。よし。プロペラをまずかわして。もうちょっと横に。プロペラをかわして。引っ張って、ちゃんと。ちょっとだけバックしようか。バックできんの。死の方はいいか。違うな。ここか。動くけど。いけるか、いけるか、いけるか、抜け、抜けた、抜けた、抜けた、よし。で、どっちだ。あっ、後ろのプロペラが引っかかりそう。進む方向はそっち。後ろの翼をかわしてください。なんとか。木に引っかかるんだな、これ。高いすぎるでしょ、これ。さっき触った。とでも動いてる。横に動いてくれてるから外れそう。そのうち落ち抜けた。よし、オッケー。あれや、ほんまこんな運ばさせる。ちょっとこうコンパクトなやつにして。で、右だよ。 こっちだ。右たら氷の上に出るよね。でね、よし、難所続きですね。まあいいです、やりがいがある方が楽しいよね。大丈夫、氷の上まで来ましたよ。バッキバキ割れたらどうしよう。いやー、嫌な予感する。嫌な予感する。ちょっとさすがに無理か。前はあれか、バーラックだったから割れなかっただけだった、これ。どうしよう、来てはいけない道に来てしまったかもしれない。いける、割れてる。やっぱこんだけ割れるんだね、ここ。バーラックでしか通ってないもんな。なるべく端っこの割れにくそうなところは走っていきますよ。怖っ、怖っ。これ絶対選んじゃいけない道ですよね。ほら、それで割れるもん。やばいやばいやばい、じゃあ危ないわ。いける？あんまり止まらない方がいいね、ここね。ちょっとマップ開かずにもいけるとこまで行きましょう。ここであれだな、右だな。ちょっと地面的にはそんな気がする。こうでしょう。
左のまま行ったら割れそうだ。よしよし、合ってる合ってる。結構向こうまで行かないと登れないけど、この辺がね、ショートカットできたらいいんだけど。大丈夫か。あれ、ルゾーンはなんとか。もうちょっとあるか。あ、でもここら辺も、いいか、通れば行けそう。これで、まとまりたくないんですよ。あ、嘘。あ、やっちゃった。もう、くっそ。もう、こんなとこで切り返したのか。ちょっと氷に突っ込めと。いやいな、もう。あ、引く。もう、なんとかして。こっちの木で引っ張るか、ちょっと。おー、大丈夫か。いけるんじゃないの？それで。無理。あー、引っかかってる。これめっちゃ引っかかんな。一回そっちに。あ、ずれたな、今。ちょっとずれたよ。無理。もうちょっとずらすか。そう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 。オッケーオッケー。ちょっとずれたでしょ。前が氷で動けないから。あ、こうなるんすよね、ほんまに。かわして。よし、かわした。かわした。オッケー。よし。いい。ちょ、キワキワ通らなあかんな、これ。ここで、この先ちょっと、もう大丈夫？氷は大丈夫かな？こっからですよね、でも。これはもうそんな割れないと信じて。割れてる？割れてるな。でもいけるでしょ。あ、ちょっと待って、このカーブがきつい。これきついな。これちょっとほんまにギリギリいかんと。大丈夫？内側の木分からへん。この時ちょっと外側に引っ張っとこう。多分普通にやろうと思ったら内側こすりそう。木の上だからうまく滑ってください。よし、よしよしよし、これでなんとか。うわ、引っかからない。やっぱ恐ろしい。どうしよう。ちょっと待てよ。もっと左やな。これをこっちに引くか。そうそうそう。とりあえず前のプロペラを、ちょっとさ、一回バックしようか。こうしといて、そうそうそう。おー、限界まで引いて。ちょっと待ってよ。こうしといて、内側に。石も邪魔やな。ちょ、あーあくっそ、こっちに引けるやつないな。この木がめっちゃ邪魔や。ちょっと待って。うわー、これはやってくれるな、ほんま。外側に思いっきりずらしておいて。これじゃ下がれないね。こっちから行って、この石をもう乗り越えるぐらいで行こうか。で、前のプロペラは OK。でも、後ろが引っかかりそう、これ。
そしたら OK じゃなかった。これを今度はこうやな。頑張って。あーめっちゃ引っかかるコースに入ってる。無理かこれ。あー引っかかるよそら。それは引っかかるよ。どうしよう。悪い。外側に引くやつないもんな。こんなんどうしたらいいの。よし、とりあえず難しいよ。スペースがそんなないから、この引っかかりを外せれば OK でしょ。で押しつつ、前をくっつけるだけくっつけて。おー道がひどいよ。つけた。できる？ここに抜けて。お、抜けた。抜けたな。よしよしよし。もう一台必要でした。からとどうすれば終われるのかな。あーいろいろひどい。いろいろひどい。右側が引っかかるかな。ちょっと左側は。ギリギリを通っていくしかない。険しいな。まあでもここ登り切ったらもうゴールなんで。いけるか。バスリンもまだ大丈夫。ウインチもそんなに。なんか引っかかった。なんか岩っぽいな。こっちかな。左のこの下が引っかかってそう。これはつなげるでしょう。うん、これでいけるか。無理。もう一回引っ張る。ここだと届かない。これこうやって。あ、変な岩、変な岩がある。そこ。これはかわしていきたい。このウインチを有効利用していくしかないな。これもいけるし。あ、これは無理だった。頼りになるのはここ。よし。まだ引く。くっそ。一個ずつ外していくしかない。じゃあ後ろを。どうか。ああこれ厄介だね。超えた。あんまりそっち行くと翼が引っかかるよ。今度はないの。ウインチこっち。こっちないの。ああ引っかかる。くっそ。もうして、いけ。浮いてきた。もうちょいもうちょいもうちょい。そこ、それさえ越えたら。ちょっと待って、カメラが動く。すごい。ちょっと一回下がる。これでいけるか。こんだけ浮いたけど。あー引っかかんな。そこが本当に
と引っかかってるとこある？こっちは大丈夫そうでしょ。ここも大、ここですよね、多分。この手前。ちょっと下がるか。下がれない。下がれない。白もなんか引っかかってる。プロペラか。プロペラじゃない、翼か。これだ。で、結構。おお、引っかかる。ここで引っかかるな。いや、動かへんね。この辺を切って、よし。で、こっち。よし、ギリギリで。かわせへんぞ。あ、これでも引っかかるんだ。なんか、あと引っかかってんのかな。あとは大丈夫そうだけど。抜けろ。抜けそうだけどね。無理な。おこうじゃん。これは一回あれちゃうか。浮かしてで、ちょっとだけ先に進んで。つかない。大技は無理か。乗ったんじゃん、これで。あれ乗ってないかな。あれでも当たってないんだけどな。どっか別のとこ引っかかってる。ここ隙間あるよね。ここだ、引っかかってんの。翼もギリ大丈夫そうだけど。わかんないな。ここ浮いてるな、タイヤ。ってことは、両方押して、持ち上げて、前に進めばいけると思うんだけど、ね、ちょっと後ろから外れて、無理だこれ。おおお、持ち上がったぞ、持ち上がったぞ。なんかしら浮いてるよね多分。 OKOK、 いった、いった。あっね、よし、これ以上。はいはい。でも前に進めない。今度この日はもうウインチ使えないんだけど。ちょっと待ってよ、この岩を乗り越えられないのか。さすがに、邪魔やな、もう。前にも後ろにも動けん。待てよ。せっかく越えたのにまた下がらなかった。ちょっと。ちょっと。こっち。頑張って、もうちょい、よし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 、外れた、
もういいでしょ、もういいでしょ。よし。こっち。よし。よし、超えた。超えたぞ。結構、もうちっちゃい石でも嫌やな、思うな。あと、このカーブ曲がりきったら OK。もう、やめてよ、ほんま。バックディフェンス読んどいた方がいいかな。念のため。この岩でも嫌だね、本当にね。左、右側が引っかかるから、ここを大きく回らないといけない。あ、ここもきつそうやな。まだ難関があったわ。いけるか。一回普通に入ってみる。ありそうだけど。ちょっとずつ動いてくれてるな。普通に引っかかりそうだね、これ。大丈夫か？もうそして止まるね。せめてウィンチポイントをね、置いといてほしいんだけど、こういうところは。あかっ。ああ、もうちょいなのに。ガソリンもなくなっていくな。この辺全部折れそうでしょ。これで引ける。これ引けるね。ちょっと待ってよ。ちょっと一回後ろさん。で、こっちが。こっち向き。スペースがない。そもそも。で、これだ。よしよしよし。あ、そっちに落として落として、もうちょっともう一歩横にずれて。車で残しかない。うん。ガソリンはまだ。なんやこれ、あと。ちょっとだけ。うん。うわあ、登ってくれないな。もうちょいな気がするんだけど。頑張って。この、なけなしのこの、弱す、すぐ折れそうなウィンチを使ってみる。速攻で折れそうだけど。お、お、それだけでも効くんだね。お、超えたな。ちょっとだけの71リットル。そこでしょ。 OK。 もう大丈夫。長かったね今回。ちょっと待って、この岩も嫌やな。ちょっと最初の鉄橋が渡れなかったところでもなんかすごい嫌な予感をしたよ。なんで
しかもそんな 奥まで運ばさせられる。ちょっと引っかかるやん大丈夫、絶対引っかかりそうだけど大丈夫か。で、トレーラーもクソ邪魔やったな。トレーラー邪魔やな、ちょっと。いけるか、引っかからへんそこ。もういい、公園に行く。オッケー、いけた。貨物管理、胴体の位置はどこに届けんの。あ、で、納品か、びっくりした。なんかもう木で作ったらいいやん、もうそんなんって感じだね。思ったよりサイズが大きい、関係が。で、この報酬のセミトレーラーいらないんだけど。で、帰らないといけないじゃないですか。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていこうと思いますので、はい、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。